ベタンソスは、スペインガリシア州は、コルーニア県のムニシピオ。近隣の自治体と構成する、ベタンソス軍の中心自治体であり、ガリシア統計局によると、2012年の人口は13,565人。住民故障は、ベイトンセロ、RA、または、ブリガンティーノ、ナ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は、 2001年時点において90.91%だった。ベタンソス付近の標高は200メートルに満たない。ベタンソスの面積は24.19キロ平方メートルで、アコリューニャ県にある自治体で4番目に小さい。自治体内にはマンデオ川、メンド川、メロ川の各河川が流れている。北はリアでベタンソスに面し、ベルゴンドと東はパデルネとコイロスと 南はオサイコールセスと、西はアベゴンドの各自治体と境界をなす。ベタンソス司法管轄区に属し、同管轄区における中心自治体である。なお、アコルーニャ県の県都であるアコルーニャとの距離は約 20km である。ベタンソスで鉄道路線が分岐しており、ベタンソスからはアコルーニャ県の県都で大規模な港湾設備も要するアコルーニャに向かう路線と、 ルーゴ県の県と、ルーゴを経由して内陸部のレオンやバレンシア方面へと、通ずる路線と、ガリシア州の北海岸を通って、アステリアス州のプラビアを経由して、アステリアス州とのオビエドや港町の秘本に向かう、路線が付設されている。このほか、ベタンソスには、スペインの首都であるマドリードを起点とする高速道路の N-6 号線も通っている。ベタンソスの経済活動は、 基本的にサービス業に依拠している。また、ベタンソスはこの地域の行政の中心で、同盟の困る化を対象とする司法管轄区の中心でもあり、商業分野、金融、文化事業、観光産業などもある。産業活動面では、ベタンソスは、その戦略的一致によって、この地域の多くの運輸業者や、 食品関係業者の物流拠点となっている。ベタンソスについての記録として、最古のものは、ローマ帝国時代のプトレマイオスの著書、地理学にフラビアム・ブリガンティアムの名称で記されている。現在のサン・マルティーニョで、ティオブレ教区に、この時代の人口の中心地があった。自治体主張は、ガリシア社会党のホセラモン・ガルシーア・バスケスが、自治体評議員は、ガリシア国民党、 8、ガリシア社会党、6、ガリシア民族主義ブロック、2、CXB、1となっている。ベタンソースは7つの教区に分けられる。ありがとうございます。